行くぞー。トピピステラになろう、トピピステラ。トピピステラ了解。あ、俺たちのランドマークやん。俺らのランドマーク行くぞー。じいちゃん、俺らムーブメント研究してきたからさ。おお。二人で熱い耐久をしてきた。10時間を過ごしてきたから俺ら。精神と時の部屋入ってきた。あ、このマップ熟知したってこと？だいぶね。わー、だいぶね。心強っ。やっぱ、俺らも、なんか分かんなかったからこのマップで俺らあんまランクやってなかったからさ、結構キルムーブみたいな感じでさ、うんうん、やってたけどさ、うん、安定ムーブを試してみたの俺らでずっと、うん、あれすごいいいわ。いやでも嬉しいよ、ガチで。そんなこの2人がガチでやろうとしてくれること。もうガチよ、もう俺真剣な顔してやってたんだから。もう14時間トビピの真剣な顔って見たことない。目うつろになりながら修行してたんだから。真剣な顔見たことない。存じ上げたことないから。一応元はプロなんで。元プロなんで。いや、プロだからって真剣な顔してるかどうか。いやだいぶやばい、だいぶやばい。だいぶ真剣。写真集送りつけるしかないじゃん。何写真集。真顔写真集。その時点でもうふざけてる。真顔写真集送るぞ。その時点でふざけてる。トッピー写真集出したらふざけてる。ちゃんと送るぞ俺。え、ガチであるの写真集。ナイスナイス。ないのか。あ、でもこの前、スマートっていう雑誌の撮影で、一面俺ら CR みたいな感じで写真撮ってきてもらったんですよ。なんか、ま、マジでなんか、モデルみたいな感じのやつ。トッピーモデル仕様ってこと？そう、俺モデル仕様。とんでもねえな。めっちゃ褒められた、普通に。うわ、イケメンですね、トッピーさん。めっちゃかっこいいっす、マジで、とか言って。実際、チロトッピーの顔知らないかな。あ、見なくて大丈夫ですよ、全然。あの、パックしてる時の顔なら全然送るそうです。人間パックしてる時の顔、ブスだからな。いや、俺だいぶやばかった、普通に。チロ、友達がパックしてる顔を送ってきたけど、相当ブスだったよ。ちぃちゃんさ、これトッピーがツイッターの消したやつ見てない？え、見てない。あ、じゃあここに乗っけていいじゃん。あ、いい。え、ここに？ここいろんな人いるけど。前面のディスコにして、せめて。トピピイケメンではあってリスナーが言ってるよ。トピさんイケメンと思う。いや、お前、やばいだろって言ったら、美容系 YouTuber って書いてる。はたはた。え、ちょっと待って。めっちゃ綺麗な顔してる。え、パックしててこんな綺麗な顔で写真撮る人いる？やばない？え、めっちゃ綺麗。普段自撮りとかしないからさ、うん、センスとかもなんもないのにさ、うん、完全に美容系 YouTuber だよね、これも。後ろの友達のすげえブサイクのパックの写真送りたいぐらい。送ってきた時、後ろブスーって返したの。ちなみにもし送られてきてもブスとは言えない。ブスとは言えない。間違いなくブスとは言えない。せめておもろいだね。言うだろう。おお、まあそうだねみたいな感じになるよな、うん、パックし外したら多分可愛いんじゃないこれ。でもその辺はダメだよ、オブラートに包んじゃダメだよ。顔を送ってきてる時点で評価を求めてるんだから、うん、正当な評価をしちゃうじゃない。怖い怖い怖い。だいぶ怖い、だいぶ怖い。すいません、あのブスですって言うんだ。一応ブスっていうことだけ分かっといて送っとくねって。最初からもう。